昨日告示された統一地方選挙の後半戦についてお伝えします。告示されたのは前半戦で実施された政令市以外の89の市長選挙と295の市議会議員選挙、また23区では11の区長選挙と21の区議会議員選挙です。全国の市長選と都内の区長選には合わせて211人が立候補しました。このうち中央区長選挙には8選を目指す現職と世代交代を訴える新人4人の合わせて5人が立候補し、多選の是非が争点となりそうです。投票は明日告示される町村長選挙などとともに今月26日に行われ、一部を除いて即日開票されます。都内でも始まった統一地方選挙、注目の集まる選挙を取材に当たっている記者とともに見ていきます。今日紹介するのは渋谷区長選挙です。スタジオには鈴木記者です。鈴木さん、この渋谷区長選挙の状況を教えてください。はい、まず渋谷区の有権者数は、およそ18万人です。渋谷だったり原宿はもちろんなんですけども、はい、2020年東京オリンピックで競技が行われる新国立競技場や、東京体育館が、区内にあることから、5年後を見据えたこの渋谷区長選、とても重要な意味を持ちそうだと言えそうです。はい、そして今回4人が立候補しているんですね。届出順に次の皆さんです。いずれも無所属で新人の長谷部健さん、矢部はじめさん、今城睦人さん、村上秀子さんです。3期12年の間区政を引っ張ってきた桑原区長は今期限りで引退を表明しています。今回のこの区長選挙ですけれども、その区民はどういう点に注目したらいいんでしょうか。はい、最近大きな話題となっているのが同性パートナーシップ証明です。先月31日に渋谷区議会で男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例というものが成立しまして、この中に同性パートナーシップ証明が盛り込まれています。男性同士や女性同士のカップルを結婚に相当する関係と認め、パートナーとして証明する全国初の条例です。性的少数者への支援策で区内に住む20歳以上の同性のカップルが対象となっています。これは全国的にもかなり注目度の高い条例にもなりますしね。そうですね。これについて街の声を聞いてきました。はい、日本も開けたなって感じはしますよね。なんか今までなんか内面に隠してたものを皆さん、ね、出せるように意見が言えるようになった時代が来たのかなと思いますけどね。私なんかの年代じゃやはりちょっと、違和感を持ちますね。結婚ってのは男と女のするものでしょ。男性と女性のその好きというものは大丈夫で、男性と男性、同性同士のその恋愛感情の時にはその婚姻関係ですか、認められないっていうのはおかしいというか。同性愛を進めたいっていう人もいるだろうし、いろいろいると思いますから、それは私否定しないけど、区が声かけて進めていくっていうのはどうかなとは思いますね。鈴木さん、町の皆さんからいろいろな意見も聞かれましたね。はい、ですがこの証明書の発行でしたり条例の運用についてはまだ具体的な開始日が実は決まっていないんですね。はい、で本当に証明書を発行するかどうかというのは、実は次の区長の手に委ねられているんです。だからこの選挙が重要とも言えるわけですよね。その新しい区長候補の皆さんはこの同性パートナーシップ証明どのように訴えているんでしょうか。はい、長谷部さんはですね、3年前にこの同性パートナーシップ証明を実際に区議会で提案した人なんです。国際都市渋谷を目指すための必須条件と主張し、今回桑原区長から後継者として指名されているようにこの条例の推進を掲げています。はい、矢部さんは世の中の流れや多様性社会の中でいろいろな人がいることを尊重すると話していて、どう答えるべきか運用について慎重に考えると話しています。今城さんは即時廃止すると意気込んでいます。区長選に出馬した大きな理由もこの条例の廃止をするためだと話していました。村上さんは拙速に条例が制定された印象だと話し、今後は関係者らの意見を聞き丁寧な中身にしていきたいと慎重に取り扱う姿勢を示しています。3人がパートナーシップ証明の推進を表明してはいるんですけども、はい、実際その中身意見の差が少し違うように思います。はい、
しかし渋谷区が抱えている課題というのはこれだけではなくて、そうですね、はい、老朽化した区の庁舎の建て替えだったり渋谷駅前の再開発、待機児童対策、いろいろあります、はい、今回の区長選は、パートナーシップ条例もそうなんですけども、うん、今後の国政だったり2020年東京オリンピックに向けて大きな影響を及ぼす可能性がありそうです。ですので有権者の皆さんには、区が抱える課題として区が抱える課題に対して各候補者の訴えを慎重にきちんと見極めていく必要がありそうです、うん、今回の選挙をきっかけに自分の町の将来を、ね、考えていただいて、はい、ぜひとも投票に行っていただきたいなと思います。鈴木記者とともにお伝えしました。